カーニバルサンシャインは、カーニバルクルーズラインが運行している、クルーズ客船。カーニバルデスティニー級の一番船、カーニバルデスティニーとして、1996年10月17日、イタリアのフィンカンティエリャ・モンファルコーネ工場で竣工。戦火は4億ドル。ベネツィアに開港されて行われた、命名式にて、カーニバルクルーズライン創設者、テッド・アリソンの夫人によって命名され、 11月24日よりカリブ海クルーズに就航した。就航当時、クイーンエリザベスの記録を56年ぶりに抜いた史上最大の客船であり、初めて10万総トンを超えた客船でもあった。その後同型の2番線が1999年、3番線が2000年に建造され、さらにコスタクルーズ向けに、ほぼ同型船が2隻、2003年と2004年に建造された。 2013年に大規模改装を受け、カーニバルサンシャインに改名。カーニバルデスティニーカーニバルトライアンフカーニバルビクトリー。ありがとうございます。